皆さん、こんにちは。高山右近記念資料館の館長の奈良賢治です。今日は旧約聖書篇百127編1節より、主が建てる家とはということを 御言葉から聞かせていただきましょう。それでは、聖書を開きます。詩編127編1節主が家を建てるのでなければ、建てるものの働きはむなしい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りはむなしい。以上です。金沢に来られたら、 大体の人は金沢城を見学に行かれることでしょう金沢城も昔は天守閣がそびえ多くの構造物が建てられそれは見事なお城でしたところが金沢城に残されている建物や城の図面を見ますとある特徴的なものがあることに気づかされます それは建物の四隅に黒い柱のような鉄板がどの建物にも付けられているからです石川門の櫓五十軒長屋や菱し櫓などお城の敷地内にある建物にはどれもが四隅に黒い鉄板のようなものが付けられています一体どうして このようなデザインとなったのでしょうか。それは、高山右近がまだ大阪の高槻の城主であった時に、京都に教会を建築する際に、そのような金沢城のようなデザインにしていたからということです。どうして金沢城のデザインと 京都ののの教会のデザインが似ているのでしょうか。それは1602年の11月の暮れ金沢ではブリおこしとも呼ばれる冬の始まりを知らせる雷が鳴っていましたそしてお城の天守閣に落雷しそれによって天守閣が炎上してしまいました その光景は高山右近にとっては非常なショックを与えたことでしょうその後高山右近は金沢城の修復をの工事を命ずられているのですが図面を見るとどの構造物にも京都の教会と同じデザインをさせているのですそこにはコンの心の中に この金沢城全体をまるで教会のようにさせ金沢をキリシタンの信仰の中心地とさせていこうという思いがあったのではないかと思わせられます。今日の御言葉は家を建てるのにあたりその家が神の手の中になければ。 建てる者の,の働きが虚しいと語られています。この家とはいわゆる構造物としての家も意味があるのでしょうが、もう一つ、この家とはつまり神様と契約して祝福をいただいていたダビデの家を指しているわけです。その一族が 神様と共に歩むものでなければ、どんなに、えー、映画を誇っているとしても、それは無意味、虚しいことなのだと言っているのです。つまりは、神様と共に歩むことこそが、人の祝福につながっているということを聖書は語っています。私たちの毎日は、 この神様と共に歩むことによって、喜びと祝福を得ることができる。これが聖書の語っていることです。高山右近も、金沢城を修復していく過程の中で、この町こそ、神の祝福のもといとなるところとさせようとしていたのでしょう。あなたも、自分の人生の中で、 神様と共に歩むことを通してあなたの家を建てていく成長させていくということに努めていけたら幸いですねお祈りをいたしましょう天の父なる神様あなたが私たちを守り成長させてくださるからこそ私たちは幸いなのですそのことをいつも 分からせてくださいイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン